何か言ったりかちゃん。とにかく、はうーん、さとこちゃんにしーちゃんゲット、お持ち帰り。はうー、みんなやっつけちゃってるから、これで優勝かな、かな。待った待った、今日の部活は飛び入り OK だそうだね。ぜひ私たちにも挑戦させてもらうわよ。わう、望むところだよ。でもレナたちは負けないよ。やはりふわらずのマガタマは魅力なのですか。ええ、鶴出神社の至宝、200年のベールに覆われた伝説の神器、ぜひとも私の手で研究させてもらうわ。彼女がどうしてもって言うんだ。君たちの部活のルールにのっとって挑戦させてもらうよ。うん、ならば挑戦を受けなくちゃならないね。戦おう、リカさん。僕も望むところなのです。ファイト、おーです。おでは行くわよ、ジローさん。恋を助ける縁結びのオットセイなんてさ、おばさんだってまだまだ若いの。あー、燃えるような恋がした。そんな願いもふわらずのまがたまなら叶
そういうわけ。おばさんたちにも挑戦させてもらえるわね。葛西、準備しな。今日はみんなのお母さんとも遊べる。楽しいな。本当に楽しい一日なのです。これが本当のふわらずのまがたまのご利益なのですよ。さていくよ。おばさん本気出しちゃうからね。ようやく見つけましたよ、ブルデリカさん。まさか大石さんまで来るとは思いませんでした。やっぱり縁結びの塗装が目的ですか？縁結び？とんでもない。伝説によればそのマガタマをめぐって200年前に恐ろしい大事件があったというじゃないか。高野さんから聞きました。故にふわらずのまがたまは門外不出、持ち出されることがあれば最悪を招くとね。最悪なんか招かないよ。だって今日一日とっても楽しかったもんね、えリカちゃん。私も200年前の昔話なんて半分信じちゃいません。でももし本当だったなら大変なことになる。だからそれは警察で預かります。ダメだよ、これは優勝した私たちのだもん。欲しかったらルールにのっとって挑戦してくればいい。やれやれ、
そう送ると思いました。赤坂さん、ここは腕っぷしで参りますよ。参りません。でも手加減なしがルールだというなら、僕はそれでも結構ですよ。そうこなくちゃ。私とリカちゃんはここまで勝ち上がってきたんだからね。簡単には負けないよ。勝ってレナが可愛いのをお持ち帰り。嵐を呼ぶ宝に惑わされましたね。目を覚まさせてあげますよ。惑わされるのは心が貧しい人たちなのです。僕の仲間たちなら絶対に楽しく盛り上がってくれると信じてますのです。そうだよリカちゃん、私たちは今日一日本当に楽しかった。それは全てこのオットセイのおかげだもん。だからこれをフィナーレにして楽しい一日に幕を下ろそう。そうなのです、僕もレナと一日とても楽しかったです。さあレナ、最後の戦いです。存分に楽しみましょうですよ。どうしたのかな、かな。そいつは通らなきゃ。ぶった切る、ぶった切り上げて叩き割ってあげるよ。さすがにあるそいつは通らなきゃ。ぶった切る、一撃で叩き割ってあげる。ぶった切る、まだ来るの。ぶった切る、一撃で叩き割ってあげる。ぶった切る、ぶった切る。これは痛いよ。ではこうはいきましょう。これまた
だまだ元気いっぱいです。キクゲッテさばき割ってあげるよ。みんなだけるうるまダメだよ。キクゲッテさばき割ってあげるよ。あいたたたけるみんなまいったな。モテモテになる計画が惑わされてるのはあなたじゃないですか。今日一日本当に楽しかったね。僕もこんなに楽しい一日で本当に幸せだったのですよ。ならこれで私たちの優勝だね。優勝はリュウグウレナにフルでリカ。はぁー。ねえリカちゃん、そのマガタマで昔何があったの？200年前も今日と全く同じことがあったのですよ。ふわらずのマガタマをめぐって村中の若者たちがワイワイと楽しく競い合ったのです。楽しく恐ろしい争いとかじゃなくて？楽しくなのですよ。今日と全く同じだったのです。じゃあ200年前の大事件を伝える古文書は？200年前にも高野みたいなのがいて、楽しかった大騒ぎをわざわざ物騒に書き残しやがったのです。じゃあ大石さんたちの話とは全然違う。だってレナ、今日一日とても楽しくなかったですか？200年前だって同じだったのです。あの日だってみんなでワイワイ遊んで、こうして夕焼けの道を帰りましたのですよ。ごめんね、私実は大石さんたちの話真に受けちゃってた。いいのですよ。面白がって物騒な古文書をそのままにした僕も悪いのです。ふわらずのマガタマ、本当はみんなをとっても楽しくさせてくれる宝だったんだね。楽しく遊んだおもちゃはおもちゃ箱にしまわなければならないのです。またいつか戻ってくるのかな。オットセ、また200年したら落ちてきますよ。200年後の私たちによろしくね。その時みんなをいっぱいいっぱい楽しませてあげてね。今度こそ惨劇かもしれませんですよ。みぱー。